こんにちは。てか、こんばんはか。皆さん、早いですね。ちょっと見えにくいかな、これなんか。見えないか。ちょっとね、見えないか、これじゃ。あ、そうだ。ツイッターにアップすればいいのか、これ。ちょっと皆さん、一応ね、併用というか、ネット村の、ちょっとこれツイッターでアップすればいいんだよね。ネット村の、ちょっとこちらをですね、今ツイートするので、そちらと合わせてご覧ください。よいしょ。お、ちょっとね、見れてますか？これだったら大丈夫だよね。これ、攻めきた。ステマじゃないよ。完全なマーケティングですよ。ちょっとね、ツイッターにアップしたので、ちょっとそれを合わせてご覧ください。ちょっとその、よいしょ。見れたよって人、ちょっと、お気に入りとかしちゃって。完全に、あれだよね、こう。モザイクがかってる。おお、すごい。11人をいいねしてくれてるよ、もう。一瞬で。ネット村の様子ってどんな感じですか？まずですね まあ、ご存知の方も多いかと思うんですけど、まず6月5日だから、あさって、締め切りです。締め切り日っていうのは、7月参加っていう、7月期参加ってことなんですけど、一応、6月15日スタートなんですけどね。6月15日スタートの、年間1万円ってことなんですけどね。7月期の人たちの締め切りが、6月5日ですので、皆さんよろしくお願いします。 すごい分かりやすい宣伝だね。で、内容の説明これからしていきますよ。前もしたんだけど、ちょっと時間が空いてるんで、ちょっと改めていろいろね、今の状況だよね。その半年経ったんだよね。お、半年経ったんだよ。そう、12月が、そう、スタートなんだから、もう半年経ちましたね、そのネット村が。で、選考っていうのが終わって、1月末で終わって、で、まあ、2月に結果出して、で、塾生を選んでみたいなことやったんですよ。で、じゃあ、それからどんな感じですかってね、まあもちろんそのね、選考の時期はすごく盛り上がりましたよ。その、もう毎日っていうか、もう毎日どころか、1時間に何通というかな、何件、もうそのツイートっていうのかな、そのツイートというか 投稿だよね、その。こんな感じで書いてますみたいなのが、もう1日2、30件ぐらいずつやっぱりアップされていくんですよね。皆さんの練習みたいなのがね。で、それを、塾生になる人の試験って形でそういうことをやってたんですけど、それで投稿する人もいれば、まあ、それを見てる人もいるし、本名出すのが無理。いや、本名出すから語れるってことが実はあって、本名がない、逆に世界だとツイッターと同じなんだよね。 うん。ツイッターと同じで、ちょっと、本名だからこそ、軽はずみなことがみんな言えないし、自分の名前があるから責任のある投稿ができるってことなんだよね。そう。そう。そういう意図があったのかってさ、そう。うん、逆にさ、今時本名の方が知られてない人やっぱ多いんですよ。そのなんか、例えば、ハンドルネームでとかね、その、やってる人とか、逆に実名の方が知られてないみたいな人が結構多いから、なんか本名と実名ってどうなんだろうって俺、わかんないんだよね。うん。で、管理上やっぱ本名じゃないと困るんだよね。その、ハンドルネームでやり始めた時に、途中でハンドルネームを変えたりさ、アカウント名を変えたりしたったらさ、その、俺はどうやって管理すればいいんだろうね、その人をさ。その、アドレスで、とか、ちょっと難しいんだよね、それはね。ちょっとそれはね、無理なんだよね、その、Google プラスの、その、性質上、
一番一括管理するためには、まあ、名前本名だろうね。一応たまに巡回して、本名じゃない人を見つけて、ちょっとあなたってことは、ちょっと今してんだけど、そう言っといてもしかしてと思ってね、ちょっと、たまにこう、実名から、なんかハンドルネームじゃないけど、なんかよくわかんない名前にしてる人もいたりあるので、ちょっとそういう場合はちょっとね、ちょっとっていうことあるんですけど、大丈夫そうだね。はい。で、一応ね、ネット村の、なんだろう、見てもらえました、その、この投稿先の内容ね。いろいろなんだそんなのあんのっていう風にちょっと思いません？ちょっとそう、まあまあ、例えば限定動画とかではさ、あれですね、限定動画っていうのは主に、今やってるようなこのニコ生でやってんだけど、ノウハウ以外のなんか社会的な話とか陰謀論的な話とかなんか人生相談みたいなやつを主に投稿してます。はい、そうで、で、アニメ週刊ニコ生っていうのは、なんか、まあ、ニコ生で放送したことの、まあ、感想であるとか、次の、なんか、リクエストとか、なんか、そういう系ですね。はい。で、なんか、一応、ネット村って、まあ、ある種、ネット村の、まあ、自分で言うのもちょっと恥ずかしいんだけど、ファンサイト的な要素もあるわけですよね。なんか、ネット村、ニコ生で面白がってくれた人が、じゃあ、ちょっと、なんかそういうのもっといろいろ知りたいっていう要素もあるので、ダイレクトにじゃあこういう放送してくださいみたいなことですね。で先行まとめに関しては、まあここにですね、その入塾する人が、入塾希望者が、まあ、ある時期ですよ。去年だったら12月の頭、12月から1月末日までで、ここに投稿してってもらって、ための基準というかね。で、ここに投稿されたものを見ながら、選考しました。でね、一応ね、まだ予定なんですが、17年度制規模っていうのもね、あると思うんですけど、17年度制規模の方は、一応ね、まあ、よく見ると書いてあると思うんですけど、ネット村参加者より優先しましてですね、優先っていうのが、微妙でしょ。そう。要するに、ネット村を、に入ってないと絶対入れないわけではない。そう。ただ、ネット村の中で人数を満たしてしまったら、もうその、17年では、そこで締め切らせていただきますって形です。ただ、ネット村で集まらない場合は、一般に集めるかもしれない。なんかこの方式がいいのかなって気が最近してます。例えば、実はね、6月、本当にみんな来てくれるのかな？みんな来てくれるかな？みたいな、いいと思うみたいな話だけど、6月のね、末日の日曜日に多分オフ会をできたらやりたいと思います。それは、ニコ生オフ会ですよ。ニコ生オフ会。これちょっと、ニコ生オフ会やりたいな。うん。そう。ニコ生オフ会やりたくて、まあ、どのぐらい来るんでしょうね。本当に来るのかな、あれみんな。なんか、行きますとか言ってさ、あれ、全部みんな適当になんかこう、行くとか言ってるだけなんじゃない。590人が 13% 行くって言ってんだから、これ単純計算すると、何人600の63、違う違う。6、70人来るの本当に。嘘だろ、なんか、乗っけといてるだけじゃない、これ。そう、はい、まあアニメシフトネット村だったら確実に入れる。これは主にその、これからある、忘年会とか新年会とかあと夏合宿っていうのもあるんだよね。夏合宿の人はネット村と、皆さん驚くことなかれなんと福島県の南会津郡の方でですね、夏合宿やるんです。これはまあ主に塾生っぽいんだけどね、なんとね男女で男が6人ぐらい、女5人ぐらい来るのかな。すごくない？田舎までこんな楽しいこともあるよ。そう夏合宿のあれ綺麗だよね。うん、まあそんななんかこうみんなね真面目な人は多いからね、そんなのはないですよ。そのみんなが妄想するようなことはまず起きないですけどね。まあ楽しいですよ。
まあ楽しいです。はい。そう。で、そんな感じのことがあったり、まあだからそのイベントだよね、イベントの参加優先権があるよってことです、簡単に言うと。で、一般に、投げる場合は、ちょっと これらを、まあここら辺は基本、一般の人参加できないんだけど、オフ会とか、まあ、忘年会はちょっと呼ばないかもしれないけど、ちょっと、基本、私塾、村、イベントの一部ですよ。イベントの一部ね、あくまでね。村って通過して、一般って流れてくると思ってください。何か物事のその流れとしてね。うん、だから優先権があるってことです。そういう意味でね。で、まあそんなのは結構しょぼい特典ですよ、簡単に言って。これは結構しょぼい話です。どっちかっていうと。そう。実はなんかネット村の、まあ僕が何が一番面白いのかなっていうのは、やっぱりそのサークルなんだよね、簡単に言ってね。サークルですよってサークルなんだけど、僕がその大学生の時にやっぱ自分のさ、僕ね、その中央大の理工学部っていうところの、今そういうのがあったら、そこの人申し訳ないんだけど、今そこに所属してる人が今聞いてたら申し訳ないんだけど、なんか満研みたいなとかね、満研とかさ、なんとか研ってあるじゃない。簡単に言うとやっぱこの大学の満研とかしょぼいんだよ、一言で言うと。いや、なんか実力派満研とかあるとやっぱ違うのかな。なんか有名な満研とかあるよね、とかアニメ研とかね。だと、何、僕はつまんなかったな、簡単に言うと。ね、そういう時に、うちのそのネット村ってのは、プロの漫画家さん、もちろんアニメーター、サンディ、会社経営者、経営者、そして、僕もいるよ。まあ僕も程度に思ってるんですね。僕もいるよ。その中にね。僕も実は一参加者なんです。P さんもいるね。PD さんもいる。アニメのプロデューサーもいます。PD さんもいます。もちろん、それを目指してる人もいます。それを目指してる人。それを目指してない。ただそういうのに興味があって、なんとなくそういう情報を得たいという人もいます。だから、すごいと思うんだよね、俺。そんなサークル俺聞いたことないよ。そう。こんなの学生時代あったら俺入ってるよね、マジでね。そう。いや、面白すぎるでしょ、それは。で、そうそう。で、重要なことは、その、自分で能動的に動けばクロッキー会とかにも参加できるしね、この前のあれにもあったようにね、しそのオフ会に来れるし、東京に来れない人は地方で自分でイベント開くことも別にしてもいいわけだ。なんだけど、そこまで やる気がなかったりしんどいって人は、ただ情報を眺めてるだけでも、まあ、年間1万円だからね、一月800円みたいなもんですよ。800円、約800円ですよ。にしちゃ安いと思うぜ、俺多分。月割り計算っていうこのね、詐欺的な言い方だけどね。月800円ですよ、なんと。なんと月800円で。で、考えると安くないですか、年間1万円ってね。これは決定版だと思うんだよね。だって、俺のサークルだと、サークル、いたサークルね、満研じゃなくてこれ、早稲田のアニメ研ってとかでも、半期半期で年間1万6000円ぐらいかかってなかったかな。8000円ずつ払ってた気すんだよね。あれ、そのぐらいしなかったっけ。なんか平気で普通になんかアニメサークルとかさ、学生サークルでも普通に年間もっとかかるとかかかるよね。なんか合唱部とかだと何十万とかかかるんでしょ、なんかわかんないけど。かかるよね。年1万だよって。だっけ誰それ、アニメ系の人、うん、アニメの早稲田のアニメ系の人かな、その年1万円って。そう、同じでしょ、実は。だからほとんどアニメサークルとか、そう、と同じぐらいの値段で、なんかそういう人の情報に触れられるというのは、あるいはそういうのに参加できるっていうのは、
いやこれはねもう僕自分で言うのもなんだけどね、サークルの決定版っていうかもう21世紀のサークルのアニメサークルでありっていうか、そういうサブカルサークルっていうのその、そう見るだけでもね結構面白いよ、うん、そうずっと陰謀論はそうね、室井さんと K さんのためだけの投稿席なんかどうなんだろうね、あの陰謀論いやか社会派言論っていうやつでしょ、これはちょっとどういうみんなのやりなんだろうね。そう。で、あの、かなり面白いと思うんですよ、その、中身として。でね、ちょっと一つ一つちょっともうちょっと細かく見ますとですね、こんなこともやってんだよってね、これね、すごいんですよ。シェアヘ、まあ、部屋シェアか。ちょっと言いにくいけど、部屋を、お部屋をシェアしましょう。だから、同居人募集、同居人募集の方がいいかな、単に。要するに、これで勘のいい人はですね、ある団体いらねえじゃんって思うじゃん、これね。ある団体がいらなくないですか、これだったら。どことは言いませんが。そう。そう。ある団体がこれでいらないじゃんって思うんだよ、これ。まあ、量ですよね。そう。そう。うん。で、まあ、お仕事発注もこれ実はいくつか、機能してて、なんかこの前そこの何、あれに行きました。そんなに。面接行きましたみたいな。アニメ作ります、みたいなね。なんか、親会社が なんだっけ、ソーシャルメディアじゃないなんだ。なんか、ソシャゲ的なやつの、出資のアニメのなんか、まあこれも機能してますね。一部ちょっとだけね。で、物々交換ね、僕のなんか、引っ越しの時に出た、A3 用紙がコピーできる、まあスキャンできるやつとか、なんか、いらなくなった本とかあげたりとか、結構物々交換、あんま動いてないけど、まあたまにそういうのもあります。で、普通に僕、郵送費そっち持ってくれたらあげるよとかやってますよ。まあこれはあんまりそんな機能してないけどね。特にそんなもんか。あと自主制作企画とかおすすめコンテンツとかね。なんか自分一人では自分でさネットでこうさ辿ってくとさ興味の方向性ってさこう結構なんだろうとんがってくよね。俺だったらまあどうしようもなく変な陰謀論じゃないけど。あと自分の好きな音楽とみたいなさ。なんか何種類かの自分の動画をさ YouTube じゃないけどジングリジングリしちゃうじゃない。そのなんかさその時にそう一人だと限界あるんだよ。で、あのじゃあ無作為に世の中にある情報をあのってなった時に結構難しいのね。だからそういろんな人のいろんな価値観とかっていうのがやっぱそこにあるからずっと追っていくだけでも結構面白いよ、うん、面白いですよ、うん、なんでなんかねもうまあ、ここだけでアニメ作れるし、いろんな情報を得られるし、で、ああ、もう一つ、これ結構重要。お互い添削っていうのね。で、漫画の添削とかあったね、この前ね。てか、今日アップしたやつで。漫画の添削してたり、で、お互いに、結構、ツイッターなんかでもさ、こう、流れてくる絵とかでさ、うお、これこうしたいよとかさ、あるじゃん、なんかそういうの。そう。そういうやつをさ、こう、人の絵ってそんな直すってことさ、やっぱ失礼だからできないじゃないですか。それ、あの、相手が直してっていうときだったらできるでしょ？相手が直してっていう。で、それって、あの、まあ、どういうふうに僕は説明してるかっていうと、そのどっちが上手いとか、どっちが下手だ、僕だから添削していいんだとか、僕だから添削してダメなんだってね、その、ってことを気にしないで、一つの、ここに挙げられてるものっていうのは、素材だと思ってくださいとね。自分と、あとその自分の書いたものっていうのをまず分けて、ね、素材とあと思ってください。その素材をみんなで、まあ、直してみたり、こう、まあ、提案、再提案っていうことだよね。修正っていうとなんかさ、こう、ね、ちょっと修正してやるってさ、なんかこう、神指弾じゃないけどさ、あの、ちょっと後輩じゃないですか。今のネタで分かる人いるかな。そう。再提案っていうのがすごく優しいよね。そう。ゼータガンダム、ゼータガンダムネタね。そう。そう。
そうそうそう。うん、まあ初心者とかあんま関係ないですよね。だから熟年に比べて結構ライトになんか割と上げていける系かな。うん、そうだね、うん。で、いろんなキャリアの人がいるんで、うん。再開しますよ。何が言いたいかっていうと、要するに自分の、Twitter アカウントが例えばね、100人や200人だと弱いんですよ。100人や200人だとメディアとして弱いのね。うん。なんだけど、じゃあ1000人いたとして、その1000人が、1000人の中身って、じゃあ濃厚な中身なのかっつうと、やっぱし薄くなるでしょ、どう考えても。うん。で、うちのそのネット村の、その何百人っつうのは、かなり濃厚なので、その人たちからお気に入りされるじゃないか、プラス1されるとか、あるいはそこの人たちの、そうだよね。まあ実名だからね。まあ影響力でかいよね、その。うん。大きいよね。で、その中で仕事が、まあ、発生したりとか、そこでね、スカウトされるとか、っていうこともあるだろうし、現にやっぱ上手い人の絵に触れるっていう機会が、がぜん多分増えると思うんですよ、その。ツイッターに流れてるやつを追ってってはさ、その人にどうやって書くんですかってこう、やっぱ聞くの勇気いるじゃん。そこの流れでコメントしてさ、こう、とかね。で、それどうやって書いてるんですかとか普通に聞けるたりね。で、そこは実名だから、相手もめんどくさがらないで、まあ、大体の場合は多分答えてくれることが多いと思うよ、おそらくは。うん。うん。大体その変に絡まないか限りは、そう。うん。変に絡まない限りは、おそらく、大人の対応してもらえると思うんで、大体はね。うん。なので、やっぱかなり、有利だと思います。で、やっぱりなんだろうな、その、自分一人でやるってやっぱ難しいんですよね。自分一人では難しいんだけど、あと、そういうところでさ、まあまあ変な話が、プロになる前に人の知り合いもできるだろうし、まあいろんな人の見方っていうのかな、もうわかるし、やっぱその情報戦の部分があるので、その絵で食っていくとかってね。で、もちろん絵で食っていかなくても、そういうのに興味がある人のファンサイト的な要素としては、多分相当面白い。生々しい。で、僕、この上ではあんまり、さらにこのニコ生でも言えないようなことを微妙に言ってたりもするので、面白いんじゃないかなーって、その結構、ここよりも毒舌なことを言ったりもすることもあるので、さすがに言えないでしょ、ここでその制作者の名前とか。まあ、あんまりそういうのもないんだけどね。うん。そう。あんまりそういうのばっかでもないんだけど。なんで、ちょっとおすすめですよってことですね。なんで、6月5日、皆さん、締め切りですので、ぜひご検討くださいませ。次なんか別の話します。じゃあ、ちょっと、とりあえずこの枠はここでお疲れ様でした。